皆さんこんにちは。ゆっくり魔理沙だせ。皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくりしていってね。さて今回から南部家との戦いがついに始まるぜ。シリーズ通して我らの宿敵、南部家を撃つべし。それにはまず石川城の攻略は必須だぜ。さようであるな。そこでだ、ここは先にアサリ家を滅ぼすぜ。あ、そうなんだね。アサリ家を滅ぼし人材と労力を手に入れるぜ。御意にござる。ではこれよりアサリ家を討伐する。それでは参る。てなわけで今回もザキカキがガンガンいっちゃうよ。やはりトッコ城までは遠いでおじゃるな。これからどんどん遠征するからまだ序の口だぜ。さようであるか。なになに、安藤家からの使者か。なんと、同盟とな。そのお話、受けたまわるぜ。なんだ、同盟結んだ鉛筆かと思った。ただの戦国伝の条件達成だぜ。我らに撃てる敵はありません。早速長戸が蹴散らしておるわい。アサリの城の耐久は1000だ。すぐに落ちるぜ。ふ、黒人のアサリ家が大名とは少子千番。敵を追い詰めます。我らも加勢する。あとは時間の問題だぜ。さようであるな。我らに撃てぬ敵はありません。これで落城だぜ。お見事にござる。そしてアサリ家も滅亡だ。アサリ家も大なし。敵将捕獲しました。さて城に戻るわけだが、最短コースは石川城を通過だが当然出張ってくるぜ。別の世界線で何度もやられたのは内緒。しっかり迂回して帰らないとだぜ。ご命令。さようであるな。先月の収支です。戻ります。戻ります。お、今度は戸沢家からの使者か。ほほう、何用かな。なんと、我らに侵入したいとの申し出とな。よかろう。そのお話、受けたまわるぜ。戸沢殿の師匠なことよ。良きご判断でおじゃるぞ。ご命令を。よし、城を奪取したことで労力が6になったぜ。おお、素晴らしいでおじゃる。これで内政もはかどるというものだぜ。さようであるな。労力が6だから3つの城の内政ができるぜ。今のうちに国力を上げるでおじゃる。うむ、捕虜の処遇だぜ。まあアサリの能力値はシリーズ通して安定しているでおじゃる。でも今作から大名だ。まさに下克上だぜ。さようであるな。これでよしっと。方々、よろしく頼むでおじゃるぞ。気は熟した。ふむ、続けたまえ。そろそろ本腰入れて石川城を攻略するぜ。異彩承知。だが石川城は耐久が5000もあるぜ。難航しそうな予感がするでおじゃる。そこでだ、ここは波状攻撃で石川城の耐久を削る作戦でいくぜ。なるほどでおじゃる。ではザキカキも出陣させるぜ。おお、ザキカキも出陣とは本気でおじゃるな。我が策、戦場を制す。出陣する。今、石川城から軍勢が出たぜ。ここで波岡御所からも出陣だ。さて南部目、どうするか見物でおじゃる。助立ちいたす。下国がやばいな。帰らせるか。御意にござる。川原が壊滅。すぐゼロになったでおじゃる。実は今作の城攻め、3部隊と黒人衆合わせて最大4部隊までなんだぜ。この頃は上限とかあったんだね。なので4部隊で包囲できなければ強行一択だ。耐久を減らすにも強行は欠かせないでおじゃるな。でも強行で反撃を食らうのは見ての通りだぜ。それにしても耐久の減り具合ってこんなものなの？まあ一部隊だけだとな。だからこそ波状攻撃が必要なんだぜ。包囲されました。何？どうやら攻め込んだのは安藤家のようだぜ。
同盟を持ちかけておいて攻めるとは不届き千番、おのれい。確かにな。だがかの地はいずれ安藤が攻める。であればこそアサリを先に落としたのよ。やや、芝家に南部の軍勢がたかっておじゃる。刻一刻と動いているぜ。それはそうだが、これからどうするでおじゃる？案ずるな。ここまで想定内だぜ。さ、さようであるか。よし、出陣だぜ。え、また出陣？だから波状攻撃が必要なんだって。おお、そうであったそうであった。我が戦、お見せしましょう。我が方の城、奪われました。おにょれ安藤、覚えておじゃれ。後で取り返せば問題ないぜ。ふん、しばらくの間預けておくわ。交渉を始めます。先月の主…ここで労力を見てくれ。ああ、5になってる。城を落とされたので労力も減りました。マジかよ、ふざけんなよもう。ここは気を取り直して施設を建設するぜ。そういやなんかあったね。建設には労力5、必要だ。ほうほう、それで何作んの？火事場だ。これは強行の威力が上がる施設だぜ。ちょうどいい施設だね。これでさっさと落としてやるぜ。御意にござる。さあまた出陣だぜ。何度でも攻めてやるでおじゃる。我が策、戦場を制す。城攻めの間に次の施設を作るぜ。それで、次は何を作るの？人口を増やしたいので特産市かな。だがツリー状になっているので先に上の農産市を作る必要があるぜ。さようであるか。我が戦、お見せしましょう。波岡御所からも出陣だ。我らも加勢する。我らも加勢する。さあさあ、今の蝦夷地は建設ラッシュだぜ。後継機ザキカキ。お、特産市がいけるぜ。これで人口も増えるでおじゃるな。人は城、人は石垣、人はホーリー。ホーリーだろ？ホーリーってなんだよ。恨めし山にお月様。出ればお化けが動き出す。お化けのホーリーエンディング、おっさんがいるぞ。ここで強行だ。今回はどこまで削れるかでおじゃるな。次は演舞場を作るか。ふーん、この施設も人口が増加しやすくなるんだね。人は城、人は石垣、人はホーリー&ブライト。何言ってんだこいつ。五子病老がみるみる減ってるでおじゃる。耐久は2000ちょっとか。まだかかるかな。そろそろ退却でおじゃるな。うむ、何をか御所経由すれば老老は回復するぜ。そういや最近のはそうなってたね。さてお次は能楽堂、行ってみようか。御意にござる。我が戦、お見せしましょう。さあ落とすまで何度でも攻めるぜ。不屈の精神で攻めるでおじゃる。一通り建設したから次は道路整備だ。確かレベルがあったんだよね。そうだ、レベルを上げれば人口も増えるぜ。さようであるな。いざ参ろう。いつも通り浪岡御所からも出陣だぜ。出陣します。異彩承知。加勢いたす。我らも加勢する。我らも加勢する。ようやく包囲するところまで来たぜ。耐久の高い石川城もこれまでよ。おっと、ここで姫の登場だぜ。良きかな良きかな。もちろん武将にするぜ。麗しい栄姫よ、よろしく頼むでおじゃるぞ。表情を始めましょう。姫の声で表情だぜ。報告いたします。早速張り切っているでおじゃるな。報告いたします。もうちょいもうちょい。
に勝てると思う。これで石川城落城だぜ。やれやれ、手こずらせおって。それでは勢力図を見てみよう。今回はなんとか石川城を落とせたわね。だな。ちょっと手こずったけどな。でもこれで南部家討伐の拠点が手に入ったでおじゃるな。その通りだぜ。次で滅ぼしてやるぞ。異彩承知。というわけで今回はここまでにしようと思うんだぜ。さて次で南部家も滅びるのか？次回もこうご期待。それではご視聴。ありがとうございました。